ジョゼフ・ムスカットは、マルタの政治家。2013年から2020年にかけて、同国の首相と労働党党首を務めた。2008年から2013年まで、国会の野党院内総務の役職にあった。かつては2004年から2008年まで、欧州議会議員を務めていた。マルタの姓、アロイシウス・カレッジで、中等教育を、マルタ大学とブリストル大学で高等教育を、 それぞれ受けた。経営管理と公共政策の小学士号、公共政策の文学士号、ヨーロッパ研究の文学修士号の3つの学位をマルタ大学から取得したほか、2007年にはマルタにおけるフォーディズムと多国籍企業、中小企業のテーマでブリストル大学から経営研究の博士号を取得した。ムスカットは当のラジオ局ワンラジオにジャーナリストとして勤めた。 しばらくしてスーパーワン TV に転属し、1996年に局の副報道部長になった。また2001年から2004年にかけて、党の電子版機関誌の編集長も務めた。労働総連合が発行するマルタ誤誌イオリゾントや、その日曜版のトルカのレギュラーコラムニストになったほか、マルタのインディペンデント経史ザタイムズにも定期的に寄稿した。 ムスカットは労働党の青年部である労働青年フォーラムで財政部長や議長代行を務めた。その後、党中央執行部の教育部長や年次総会議長にもなった。1996年から98年まで続いた労働党政権においては全国財政倫理委員会の委員を務めた。2003年、ムスカットは労働党の欧州連合政策に関する ワーキンググループの委員に指名された。このワーキンググループは、労働党と欧州連合、マルタと小園利益のためにと題する報告書を作成したが、これは同年11月の労働党臨時総会で採択された。この総会では合わせて、ムスカットの欧州議会議員選挙への立候補が承認された。マルタ国会に出席したムスカットマルタの EU 加盟に一貫して、 反対していたにもかかわらず、2004年の欧州、議会原選挙に労働党から立候補したムスカットは、最も多くの第一選考を獲得し当選した。欧州議会では、欧州社会党に所属し、議会の経済、金融問題委員会副委員長や域内市場、消費者保護委員会代理委員を務めた。ベラルーシや南東欧諸国への大規模な派遣団にも、加わったほか、EU と、 アルメニア、EU とアゼルバイジャン、EU とムルジアとの各議会交流委員会にも名を連ねた。欧州議会議員だったムスカットは衛星放送にかかる税金の減額を支持し、視聴者が無料でスポーツ大会を観戦する権利を擁護した。また、マルタの環境保護に関する多くの問題に関わった。携帯電話のローミング法案や銀行の営業についての報告書を作成する。 部会にも所属した。2008年、ムスカットは、マルタの国会議員となり、さらに野党院内総務の役職を主中にするため、欧州議会議員を辞任した。この4ヶ月前、彼は労働党の党首に選ばれていた。辞職に先立って、欧州議会では、EU の金融サービス部門における新たな規制を提起した彼の報告書が採択された。若い世代に、 自らの政策案を説明する、ムスカット2008年3月24日、ムスカットはアルフレッド・サントの後継となる労働党党首に立候補することを表明した。サントは同月の総選挙で労働党が同党首の元3回連続の敗北を期し、また2003年3月の EU 加盟を問う、国民投票でも大敗を被ったことを受けて辞任していた。 会員議員でなかったにもかかわらず、ムスカットは6月6日に新しい党首に選ばれた。さらに、野党院内総務に就任するため、10月1日にはマルタの国会議員に新たに選任された。この選任にあたっては、ジョゼフ・クスチエーリ議員が辞職した上で、その後任にムスカットを当てるという形が取られた。クスチエーリにはその代わりに、2011年に、 リスボン条約が発行するまでマルタに割り当てられていた欧州議会の第6議席が与えられた。党首となったムスカットは党の公式名称や党章などに多くの変更を行った。ムスカットが党首として初めて望んだ2009年の欧州議会議員選挙では労働党の候補が第一選考の55%を得た。これに対して 国民党の候補は40%を得るに止まった。2013年3月に行われたムスカットにとって初めての総選挙では本人は第2区と第4区で選出された。3月11日、ムスカットはマルタ首相としての選制を行った。2013年3月の総選挙後にムスカットは首相に選ばれた。この選挙に労働党は3万5千票秒差で勝利した。 3月10日には、欧州委員会のジョゼマヌエル・ドゥランバ・バローゾ委員長が、同委員会を代表して、ムスカットに宿位を表した。政権の汚職を追求していた、女性記者ダフネ・カルーアナがリジアが殺害された事件に、関連し、側近のキース・シンブリ首相主席補佐官が2019年11月26日に、逮捕され、またコンラットミッツェ観光賞とクリスチャン・カルドナ経済、投資、 中小企業省が警察より聴取されるなど政権を揺るがす事態となり、首相辞任の圧力が強まった。12月1日、ムスカットは即時の辞任は否定したものの、翌2020年1月12日の労働党党首選挙にて新党首が選出され、次第首相を辞任すると表明した。2019年1月、労働党の新党首にロベルト・アベラが選出される。 パナマ文書を報じたジャーナリストのダフネ・カルーアナ、カディジアにより、妻など周辺人物が汚職で疑われている。2014年4月7日、ムスカットは、紫外線によって引き起こされる一時的な失明に襲われた。紫外線が彼の角膜を傷つけたことが、関係していると考えられる。ムスカットは、その前日に、政治集会に参加していたが、他の60人にも、 同様の症状が現れた。ありがとうございます。